ファミリーマートは日本で人気のチキンのお店第2位。2位か。美味しいのに。こんなにうまくて。2位。香りもええのに。ジューシーや。でも2位。日本で2番目。ファミマのチキン。1位は？あのチキンの有名店だ。日本で人気のチキンのお店第2位。そのままやらせて、演出的にてこの上手いいな、ちょっと驚き強めでやってみる。いきます、スタート、せーの。2位か。クエスチョンじゃなくて、こんなにうまくてって自分の方に戻ってくる感じです。あ、そうですね。あれ見えるよ。一連で倒してもらう。はい。ジューシーやのに。もうええのに。大丈夫です。甘くないです。これはこれはなんか終わった。お二人、浜口さん、八木さん、CM 撮影、どうぞ。ありがとうございました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 。そうですね、非常に印象に残るコマーシャルになってるんじゃないかなと思っていて、まあそれは見ていただければ分かると思いますが、でもなるほどなという感じですね、はい、私は玉木さんの大迫力の演技を身近で見させていただいて、なんか実際に自分も食べてるんですけど、あ、そっちも食べてみたいなと思うようなお芝居を見させていただけて光栄でした、うんそうですね、コマーシャルを通して割といろんなシチュエーションを撮影させてもらっているので、逆に言えば今回が初めてに近いぐらい割とがっつり、やらせていただいたなっていう感じがあるので楽しかったですね、はい、私も言っても今までそこまでお話をちゃんとさせていただく機会がなかったので、今回こうやって共演させていただけて普通に嬉しかったですすごく優しい方で、台に登るんですけどいつも先に降りさせてくださって、あ、優しいと思って、いや階段がそっちにあったからね促しただけだと後ろにあった時もですよまあ、非常にやっぱジューシーで、本当にお肉もプリッとしてて美味しいという印象ですね、本当にこれがだからコンビニのものなのかファミマのものなのかっていう感じで美味しくいただきました、はい、ローストチキンをいただいたんですけど、また今までのファミチキは衣がサクッとしててジューシーでって感じだったんですけど、なんか食べ応えもすごいあってやみつきになっちゃって美味しかったし、もう絶対自分でも買うなと思いながら食べさせていただきました。あの有名店のチキンではないんですけど、本当になけなしの小遣いを持ってチキンを家族の人数分買いに行ったっていうことはありましたね、昔。
小学校5年生6年生の時ぐらい、はい、ミニ四駆のあのレースのあのできるコースを、うん、サンタさんからもらいました。サンタさんという名の親でしたけど、いや夢中だったんで、まあ、欲しいものをいただけて嬉しいなと思った記憶があります、ね、そう、私は去年のクリスマスお仕事だったんですけど東京にいて、その時にお母さんがずっと欲しいって言ってたお財布をクリスマスプレゼントでお手紙と一緒に送ってくれて、それがすごい嬉しくて心に残ってます。ファミマのローストチキンですね、はい、もうそれがあれば本当に近くに買いに行けるので、うん、もうそれがあれば十分なクリスマスだと思いますが、そうですね、ファミマのチキンさえあれば、はい、まあでもそれはやっぱり一番はファミマのね、あのチキンを手に家族でクリスマスパーティーをすることじゃないですか。いや私ももちろんそうだと思います。ですよね、はい、2番目はですね、まあでもそのクリスマスパーティーの窓越しに雪が降ってきたらいいなっていうホワイトクリスマスをね毎年望んではいるんですけど、なかなかドンピシャでは降らないというか、はい、雪が好きなんで僕は、はい、私はケーキですかね、うん、チキンとケーキもあったらもう、うん、最高じゃないですか。もう全部ファミマで揃っちゃう感じですね。そうです ね、ファミマでチキンとケーキ、うん、もうそれさえあれば最高です、うん、ファミマの中でパーティーすればいいんじゃないですか確かにそうです ね、うん、そうです、それもでも楽しそうです。足りなくなったらそのまま食べられるからそうですね